変わってワールドリポート。今韓国では1980年代の日本の歌謡曲がブームになっています。韓国の人気アイドルグループニュージーンズのメンバーが日本公演で歌った松田聖子さんのヒット曲青い珊瑚礁は韓国のカラオケでも大人気となるなど音楽シーンでも話題になりました。その日本の歌謡曲人気の背景には韓国のテレビ局の音楽番組が一役買っているということです。ソウル支局の菅奈音さんに聞きます。菅さん、おはようございます。おはようございます。日本の歌謡曲人気を後押ししているというこの音楽番組、どういう番組なんでしょう？韓国のケーブルテレビ向けの放送局 MBN が放送している、その名も韓日トップ10ショーという番組です。はい、日本と韓国の歌手が出演して双方の国の歌を歌う番組で、40代から50代の視聴者をターゲットに毎回1980年代の曲を取り上げられています。はい、私も8月に収録現場に取材に行ったんですが、その時は韓国の歌手が小泉今日子さんのなんてったってアイドルを歌い会場を盛り上げていました。はい、この番組、同じ時間帯の各テレビ局の番組の中でも視聴率が1位を記録するほどの人気を博しているんです。お、韓日トップ10ショー、すごいですね。ただ韓国では日本の歌を流すことを規制してきたという過去もありましたよね。はい、日本の植民地支配の歴史を含まれた国民感情などから、かつて韓国政府は日本の音楽 CD などの流通を厳しく規制してきました。1998年以降、段階的に日本の大衆文化の規制が緩和されていき、日本の音楽が全面的に解放されたのは2004年、今から20年前のことです。はい、一方で韓日トップ10ショーを制作したプロデューサーソーヘジンさんによりますと、今の40代以上の人たちは日本文化が規制されていた1998年より前にも、いわゆる海賊版などを通じて日本の歌を密かに楽しんだ経験がある人もいたといいます。はい、その中高年世代をターゲットに番組を企画し、結果的に人気番組につながったということです。1970年代生まれのソさんは学生時代に J-POP の影響を大きく受けた。同じ世代の視聴者に80年代の日本のヒット曲を聴いてもらうことで懐かしい気持ちを蘇らせられると確信して番組を作ったと話していました。その日本の曲の人気、中高年以外にも広がりはありますか？実は10代や20代にも J-POP は大人気なんです。はい、日本の人気アーティストによる韓国公演はチケットがあっという間に売り切れるほどで、韓国の音楽関係者も予想を超える人気ぶりだと驚きを隠せません。うん、さらに冒頭でも紹介した青い珊瑚礁は若い世代にも浸透しています。文化評論家のキム・ホンシクさんは、韓国の若者たちが今の歌のみならず SNS などを通じて過去の日本の歌を再発掘しようとする動きも見られると指摘しています。昭和の歌謡曲に J-POP、 幅広い世代に日本の歌が広がってるんですね。はい、こうした人気に支えられて日本の歌手たちが韓国で歌を披露する機会も増えているということです。はい、韓日トップ10ショーに出演した日本のアーティストたちが8月にソウルでコンサートを開いたところ、チケットは売り切れ、実に1000人以上が詰めかけたということです。その舞台に立った高校生歌手隅田愛子さんは、韓国ではまだ地上波で日本人の歌手が日本語の曲を歌うのが難しい状況だと思う。そうした中で私のようなまだ無名な歌手が歌う日本の曲を韓国の皆さんに聞いていただけるのは本当にありがたいと話していました。このところ改善傾向にある日韓関係ですが、こうした文化面での交流を通じてさらに肯定的な流れにつながっていってほしいと感じました。そうですね。ここまで
韓国で人気の日本の音楽についてソウル支局の菅奈音さんでした。です。アメリカでは大統領選挙が佳境に入っています。日本でも明日衆議院選挙が公示されます。こうした選挙の場で政策の財源や財政問題をどのように議論しているのか、日米を比較しながら考えます。日本総合研究所の川村さゆり首席研究員に伺います。川村さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。アメリカでは大統領選挙の民主党候補がハリス副大統領に代わって選挙戦一段と白熱していますね。そうですね。投票日まで3週間に迫る中、ハリス氏とトランプ氏は依然大接戦状態みたいですね、はい、で大統領選挙での議論を聞いていると、政策の財源をめぐる議論が日米で対照的だなっていうふうに改めて感じてしまいます、はい、でアメリカではトランプ氏もハリス氏もどういう政策のために政府がどのようにお金を使うかっていうことだけではなくって、政府全体としてどうやってその財源を手当てするのか、増税するのかとかいうことについても議論して有権者に訴えているんですね。ああ、アメリカではそうやって財源をどうやって確保するかまでしっかり議論するということなんですね。そうなんです。両候補とも公約数の中でも歳出面での具体的な政策だけではなくって、そのための財源をどうやって確保するのかっていう具体策を金額と合わせて明らかにしてるんですね、はい、で例えばハリス氏であれば歳出の面では期限切れを迎える減税策の延長っていうので2兆ドル強とかですね、子育て税額控除が約1兆ドルといったあたりがまあ目玉の政策なんですけれども、はい、歳入の面でも富裕層や投資家の所得税率の引き上げで1兆ドル弱確保するとかですね、法人税率の引き上げで約1兆ドルの財源を捻出するなどとしてるんですね、はいはい、でトランプ氏の方も歳出の面での目玉はこれもやはり期限切れを迎える減税策の延長で4兆ドル強だとか、それから社会保障給付を非課税化するとか言っていて、まあ、2兆ドル弱そういったあたりなんですね。でこれに対してトランプ氏も歳入の面でもバイデン政権が実施してきた再生エネルギーの補助金を廃止すると言ってて、それで約1兆ドルとか、はい、それから関税を引き上げてそれで約3兆ドルを確保するなんてことを言ってるんですね、で日本だと政治家が政府のお金をどうやって使うかっていう話はしても、その財源をどうやって調達するのかっていう話をなんか政治家から聞くことってあんまりないですよね。その日本でのそのあたりの議論の状況もう少し詳しくお願いします。はい、今回の自民党総裁選では金融所得課税を強化するとか法人税は増税の余地があるというアイデアを語った候補者もいたんですけれど、具体的な金額や規模には言及してないんですよね。で立憲民主党の代表選もその前にありましたけれど、食料品の消費税非課税化っていうのを掲げた候補がいたと思いますけども、その代替財源には言及してなかったと思います、はい、まあ、こういう例に限らずこれまでの総選挙とかでですね、消費税率の引き下げとか消費税廃止とかを声高に訴えた野党もいくつかあったと思うんですけれど、どこもみんなそのせいで失われる財源をどうやって確保するのかっていう点には言及してなかったと思うんですよね。ですからやっぱり選挙でも臆することなく財源の議論をするアメリカと、財源の話はみんなで避ける日本といった状況かなと思います、うん、そういう日米の違いっていうのはどこから来るんでしょうか。はい、その要因っていくつかあるんじゃないかなっていうふうに思っています、で一つ目は金利水準が日本ではまだまだ極めて低いことなんですね、はい、国全体としての財政運営上の切迫感っていうのは日本はまだまだ欠けてると思います。で今年の2月アメリカに出張する機会があったんですが、まあ、アメリカでも一般国民の間では財政の危機感ってのはなかなかなくって、やっぱり金利が上昇しない限り、みんなにはなかなか共有されにくいって話でした、はい、で2つ目の要因っていうのはこのまま財政運営が悪化し続けたらどうなっちゃうのかっていう客観的な見通しっていうのが日本では示されていないんですよね、はい、ただ日本で言いますと内閣府が年2回
経済と財政の中長期の見通し出してはいますよね。そうなんですね。でもこの手の見通しっていうのはどういう主体がどういう立場で作成するのかっていうのが実は極めて重要なんですね、はい、でアメリカですと独立財政機関である議会予算局が存在しまして、客観的中立的な前提に基づく先行きの財政運営に関する厳しい見通しを臆することなく世の中に提示しているんですね。なんか政権におもねって資産の前提を甘く設定するなんてことは決してしないんです、はい、で議会予算局のそうした仕事ぶりは世間からも高く評価され信頼されているんですね、うん、で客観的な厳しい見通しが世の中に示されているからこそ国全体としても財政再建が必要っていう認識が共有されていて、それが大統領選挙とかにも反映されることになるんですね。だからアメリカでは財源をどうやって手当てするのかってのを飛ばして歳出だけが議論されるようなことにはならないんですよね。なるほど、はい、でも日本には独立財政機関ってないんですよね、うん、で内閣府が示す経済財政の中期見通しっていうのは客観的中立的っていうのはちょっと到底言えないんじゃないかっていう前提のもとで試算されているんですね。例えば超低金利がこの先もまだ数年は続くとかですね、そして特段の財政再建努力なんかしなくても政府の債務残高は目覚ましく減少するとでも言わんばかりの甘い見通しを示してるんですね。これでは国全体の財政運営に対する危機感は高まらないですよね。他にも要因というのはありますか？はい、日本では財政収支を改善するのに具体的にどういう政策を打てばどれだけ歳入を増やせるのかとかどれだけ歳出を減らせるのかっていう情報を国民は全然知らされてないんですよね。でところがアメリカではこれも議会予算局の仕事なんですけど、2年に1度財政赤字削減のためのオプションっていう冊子を、ね、発行してホームページでも公表してるんですね、でその中にはこの補助金をやめたら歳出がいくら浮くのかとかこの税額控除をやめたらどれだけ歳入増になるのかというような財政再建策が金額を含めてもう満載なんですね、でアメリカではこういう基礎情報が公表されているからこそ野党も財源を組み合わせた予算案っていうのを策定することができて、まあ、実際にも策定してるんですね。で、まあ、それ以外にもアメリカは移民国家だっていう理由も大きいかもしれないですね、はい、で国家を形成する市民が常に入れ替わってるんですよね。だから市民相互の間で緊張関係があるっていうふうに私は思います。だからこそ現世代が受ける恩恵のコスト負担を将来世代に先送りするのはおかしいっていう市民としての責任感っていうのはアメリカ社会に根付いてるんじゃないかなっていうふうに思います。そういうアメリカとの違いがある中で、さあ日本でも総選挙2週間後に迫っています。はい、日本は島国国家ですよね。で国民の入れ替わりってほとんどないじゃないですか、でそこから将来世代に対する甘えっていうのが生まれちゃってるんじゃないかなっていうふうに思います。でも日本の財政事情ってアメリカよりはるかに悪いので、総選挙でも財源の具体策を伴う財政政策運営に関する議論っていうのが活発に行われることを期待したいというふうに思っています。はい、ここまでありがとうございました。はい、ありがとうございました。今朝のマイビズは日米で異なる政策財源の議論について、日本総合研究所の川村さゆり首席研究員に伺いました。今日はスポーツの日ということで、10代の若者のスポーツ環境について考えます。今中学校や高校の部活動のあり方が見直されるなど、10代のスポーツを取り巻く環境は大きな動きの中にあります。10代の若者の運動環境はどうなっているのか、またこの先どんな取り組みが必要となるのか、子どものスポーツや運動遊びに関する調査を行っている笹川スポーツ財団の竹永理恵さんに聞きました。では竹永さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。10代のスポーツと言いますと、私もバスケットボール部で部活動に打ち込んで、まあ、貴重な経験をしたなという実感もあるんですが、
そもそもこの10代の期間にスポーツに取り組む価値というのは竹永さんはどうお考えですか？はい、スポーツは体を動かすことで体力や運動能力が高まるという、まあ、体の身体的な効果や意欲的な心を育んだり、考える力や判断力がつくといった、まあ、精神的にもまた認知的な発達にも影響があります、はい、スポーツは仲間や、指導者とコミュニケーションを取りながら行いますので、うん、他の人を尊重したり協力し合ったりといった社会性の向上にもつながります。近年の研究成果でもスポーツが子どものメンタルヘルスや学力にもいい影響を及ぼしているということが示されています。では10代の若者たちが今実際どれだけ運動しているかという12歳から19歳のデータを見ていきます。これは中学生、高校生、そして大学の 1,2 年生にあたります。笹川スポーツ財団ではこの1年の間に野球やサッカー、水泳、ウォーキングなど70の運動をしたか調べました。一番下の欄にこの1年間に全く運動しなかったというチェック欄も設けて調べました。でこの結果、この1年間全く運動しなかった人の割合は最新の2021年のデータで 17.3%、これ実に2割近くの若い人が全く運動してないと答えたんですね。はい、まあ、心も体も大きく成長するこの時期にこれだけ多くの青少年がまあ運動しないというのは非常に課題で改善が必要だと思っています。うん、という中で、1年間全く運動しない12歳から19歳、10年前のデータですと、その2011年、 17%で、今10年経って2021年も 17%、 これ改善されませんでしたね。そうですね。しかしこれまでいろんな取り組みは行われてきてはいるんです。はい、国レベルではですね、2011年に、スポーツ基本法が施行されています。これまでに学校体育の改善ですとか、また放課後の地域における子どものスポーツの機会の充実といった取り組みは行われてきています。うん、それでも運動しない青少年の割合はなかなか改善されていないというのが現状です。改善されなかった要因というのはどこにあったんでしょうか？はい、本格的にスポーツに取り組むようになる、まあ、10代の運動機会のほとんどが、まあ、今も学校単位の部活動であるということは、まあ、要因の一つであると考えています。はい、でスポーツをする機会が中学校、高校、大学といった学校の部活動を軸にした場合に、スポーツへの参加が3年ごとに区切られてしまう。そのために中学卒業や高校卒業のタイミングで、まあ、スポーツ活動をやめてしまうということにつながりやすくなってしまいます。はい、スポーツをしない人の、割合を進学の区切りごとに見ていくと、まあ、中学生では1割未満なんですけれども、うん、高校生になると2割、大学生では3割と増加してきています。勝利至上主義が強い学校であれば、まあ、その3年間で成果を求められるので、燃え尽きてしまう子どもであり、勝ちたいですとか楽しみたいなどの、まあ、自分がスポーツにどのように取り組みたいかということをと、自分が通っている学校の部活動の方針が違った場合に、まあ、辞めたいと思っても他にスポーツの機会がないといったのが、まあ、現状で課題であると思っています。まあ、今その10代の運動環境が学校単位とか、まあ、部活単位になってしまっていると。でその中で一つ変化を示すデータというのもあります。12歳から19歳の若者が週5回以上、1回120分以上、ややきつい運動をしている。まあ、これつまり主に運動部の活動量にあたるんですけれども、これをしている人の割合は2011年が 33%、 その10年後2021年で 26%、 7% 減りました。これはどう考えればいいですか？はい、近年の、教員の働き方改革による部活動の在り方の見直しが影響しているのではないかと考えています。はい、2018年にスポーツ省によって運動部活動の在り方に関するガイドラインというのが策定されました。休養日を週あたり2日間、1日の活動時間は平日2時間程度、休日3時間程度に設定することが示されておりまして、部活動が短時間に合理的で効率的、効果的な活動へと方向を変えていくといった取り組みが進められています。はい、でちょうどこの頃から部活動で
スポーツをしている青少年の割合が減っているのではないかと思っています、うん、運動部活動が過熱化している学校の場合は、子どもたちの発達に応じた適正な頻度だったり、まあ、時間になるといった点では好ましいと言えるんですけれども、はい、ただ単に、運動の機会を減らしてしまうといった部活動改革となってしまった場合は、部活動の他にスポーツの機会ですとか、まあ、選択肢そういったものがないので、スポーツ離れはさらに進む可能性はあるのではないかというふうに危惧しています。うん、まあ、いずれにしましてもやはり学校の部活動に大きく左右されるという現状がありますが、それに頼り切らない運動の機会を確保するためには何が求められるでしょうか。私は地域が鍵となると考えていまして、地域、はい、現在部活動の地域移行が進められているんですけれども、中学高校大学と、ま、学校生活を軸にしたスポーツの場から何歳になってもいつでもスポーツに参加できる場を作っていくチャンスではないかなというふうにも考えていまして、でそのためには子どもたちがどのようにスポーツに関わりたいんだろうか、どのようなスポーツをしたいんだろうか、また文化的教育的な活動と両立できないだろうか、そういったことを子どもたちと対話を重ねて、うん、どのような場を地域に作っていけばよいのかというのを、まあ、大人も子どもも一緒に話し合って同時進行で検討していかなければならないというふうに思っています。うん、ニーズに合わせてっていうのは、その例えばハードにやりたいとか、逆に時間を作って気軽に楽しくやりたいとか、そういう程度の問題も含まれる。そうですね、うん、指導者だけではなくて、まあ、地域の世話好き の住民の方だったり、まあ、保護者だったり、いろんな大人たちが集まる場にしていけといいのではないかなというふうに思っています。はい、で専門的な、まあ、ニーズに合わせてということですと、専門的な指導を受けたい子どもたちは、まあ、スポーツ指導者の下で、まあ、活動、まあ、できたり、あとは楽しみながら体を動かしたい人というのは、地域で見守ってくれる、まあ、住民の人たちですとか、あと保護者がいればそのような活動ができるかもしれないですし、うん、関わる人や、まあ、見守る人たちの数が多かったり、まあ、多様であればあるほど、まあ、ニーズに応じた場が作りやすくなると思います。実際それがどういう形になるのかというの、竹永さんの中でも少しイメージが悪いだということなんですね。そうですね、と私は小学生から高校生までずっと剣道をしていたんですけれども、はい、まあ、何歳になってもいつでもスポーツに参加できる場というのは、まあ、そういった道場を中心した活動のイメージを一つ持っていまして、全ての学校ではなくて道場、はい、うん、拠点となる活動の場を中心にいろんな年代の子どもたちや大人が集まってくるというイメージですね。はい、私の育った地域では、剣道連盟の練習に子どもも一緒に参加することもありまして、はい、で私の甥っ子も同じ地域で剣道をしているんですけれども、今は大学生になって県外に出てしまったんですけれども、まあ、帰省した際は地元の道場で剣道をしていますし、うん、学校を卒業しても気軽に顔を出せる環境があるというのが一つ、まあ、地域を軸にしたスポーツ活動のイメージですね。うん、ニーズに合わせた場を地域に作っていけると、まあ、学校単位だった運動の機会というのはもっといろんな形に変えていけるのではないかなというふうに思っています。うん、ここまでは10代のスポーツ環境について話してきました。後半は10代のスポーツの男女の格差について伺っていきます。今日はスポーツの日、10代のスポーツ環境について考えてきました。SNSX でもたくさんの反応をいただいています。カーコ標津ひとり親さんから、太極拳やラジオ体操を含めて体を動かすと気持ちいいなという気持ちを持って一生体を動かすことに親しむことは一時的にスポーツに打ち込むのと同じくらい一生の財産だと思う。たぬきねいりさんは、高校は運動部に入らずスイミングスクールで のんびりと泳いでいた、勝ち負け関係ないというのは気楽やったというふうな反応もいただきました。ここからの後半は10代のスポーツに見られる男女の格差に迫っていきます。前半に続いて笹川スポーツ財団の竹永理恵さんに聞きました。10代の若い年代の運動機会を見ますと男女の差が現れています。12歳から19歳の運動を全くしない人の割合は男子は 10.3%、 女子は 22.7%、 女子は 4,5 人に1人は全く運動していないと
というデータがあります。この要因は竹永さん何なんでしょうか。中学生になる前の段階からスポーツの機会に男女の格差があるというのが要因ではないかなというふうに考えています。はい、で中学生になる前の段階で、スポーツに関わる機会というのはスポーツ少年団という全国にどの都道府県にも大体ある青少年スポーツ団体なんですけれども、会員の割合を見てみますと、男女の割合が男子7に対して女子が3といった男女の差があるんですね。で近年女子が増えたとはいえまだまだ3割程度ですので、つまり地域の放課後の活動として、女子のスポーツの競技の選択肢があまりないことですとか、はい、女子が気軽にスポーツに参加できる場が少ないというのが原因かなというふうに考えています。で女子で特にやっているスポーツといいますと水泳ですね。スイミングに通っているという子たちがいるんですけれども、やっぱり3年生4年生ぐらいで辞めてしまうので、何らかのスポーツを続けていくというのは男子に比べて女子はすごく少ないというのが現状です。小さな頃から体を動かす機会、またスポーツに触れる機会が少ないということがありますので、本格的にスポーツに触れる機会というのが中学の部活動になってからという子も多いので、やっぱりなかなか男子と女子でスポーツにやる機会というのがやっぱり格差があるなというふうに思います。となるとどう改善していけばいいですか。中長期的な視点で見ると中学生以下の子どもたちのアプローチが鍵になると思っていまして、はい、幼児期だったり小学校の子どもたちの段階から体を動かすことが楽しいというふうに思えるような運動や スポーツの良い経験を積ませてあげる、そういった基礎を築くことが大切だと思っています。家庭であったり地域であったり、学校であったりっていうところの連携が大事になってくるんですけれども、地域の皆さんで子どもたちにどういうふうに運動の経験を積ませてあげられるだろうかということで一緒に考えていくことも大事ですし、家庭であれば親子で一緒に遊んでまず体を動かすのが楽しい、それも遊びを通して親子で気持ちよく体を動かすっていう経験から始めて、また幼稚園ですとか保育園ですとか園の中で、もっと体を動かして遊ぶで、それが楽しいっていう経験を充実させていくこと、また小学校であれば放課後に、子どもたち同士で体を動かして遊ぶ、そういう機会をたくさん増やしていけるような取り組みですとか、またそういうことができる場を提供していくということが大事になってくるかなと思います。ここまで、笹川スポーツ財団の竹永理恵さんにお話を伺ってきました。ここまでどうもありがとうございました。ありがとうございました。そして昨日気になるニュースもありました。子どもからお年寄りまでの体力や運動能力を調べるスポーツ庁の調査、昨年度の結果発表されまして、30代後半男子はこれまでで最も高くなったんですが、女子は過去2番目に低くなりました。これについて順天堂大学大学院の内藤久志教授は、子ども時代に運動をしない、経験しないというようなライフスタイルに変化し始めた世代だと考えられる、子どもの時にスポーツに親しむ経験がなかったのがそのまま苦手意識になり、するそうとの二極化になっているのではないかと指摘しています。やはり子ども時代の運動環境をどう作っていくか大事になってきます。変わってワールドリポート。今韓国では1980年代の日本の歌謡曲がブームになっています。韓国の人気アイドルグループニュージーンズのメンバーが日本公演で歌った松田聖子さんのヒット曲青い珊瑚礁は韓国のカラオケでも大人気となるなど、音楽シーンでも話題になりました。その日本の歌謡曲人気の背景には、韓国のテレビ局の音楽番組が一役買っているということです。ソウル支局の菅奈音さんに聞きます。菅さん、おはようございます。おはようございます。日本の歌謡曲人気を後押ししているというこの音楽番組、どういう番組なんでしょう。韓国のケーブルテレビ向けの放送局 NBN が放送している、その名も韓日トップ10ショーという番組です。はい、日本と韓国の歌手が出演して、
双方の国の歌を歌う番組で、40代から50代の視聴者をターゲットに毎回1980年代の曲を取り上げられています、はい、私も8月に収録現場に取材に行ったんですが、その時は韓国の歌手が小泉今日子さんのなんてったってアイドルを歌い会場を盛り上げていました、はい、この番組、同じ時間帯の各テレビ局の番組の中でも視聴率が1位を記録するほどの人気を博しているんです。おー、韓日トップ10賞すごいですね。ただ韓国では日本の歌を流すことを規制してきたという過去もありましたよね。はい、日本の植民地治愛の歴史を含まれた国民感情などから、かつて韓国政府は日本の音楽 CD などの流通を厳しく規制してきました。1998年以降、段階的に日本の大衆文化の規制が緩和されていき、日本の音楽が全面的に解放されたのは2004年、今から20年前のことです。一方で、韓日トップ10賞を制作したプロデューサー、ソー・ヘジンさんによりますと、今の40代以上の人たちは日本文化が規制されていた1998年より前にも、いわゆる海賊版などを通じて日本の歌を密かに楽しんだ経験がある人もいたといいます、はい、その中高年世代をターゲットに番組を企画し、結果的に人気番組につながったということです。1970年代生まれのソさんは学生時代に J-POP の影響を大きく受けた。同じ世代の視聴者に80年代の日本のヒット曲を聴いてもらうことで、懐かしい気持ちを蘇らせられると確信して番組を作ったと話していました。その日本の曲の人気、中高年以外にも広がりはありますか？実は10代や20代にも J-POP は大人気なんです、はい、日本の人気アーティストによる韓国公演はチケットがあっという間に売り切れるほどで、韓国の音楽関係者も予想を超える人気ぶりだと驚きを隠せません、うん、さらに冒頭でも紹介した青い珊瑚礁は若い世代にも浸透しています。文化評論家のキム・ホンシクさんは、韓国の若者たちが今の歌のみならず SNS などを通じて過去の日本の歌を再発掘しようとする動きも見られると指摘しています。昭和の歌謡曲に J-POP、 幅広い世代に日本の歌が広がってるんですね。はい、こうした人気に支えられて日本の歌手たちが韓国で歌を披露する機会も増えているということです。はい、韓日トップ10賞に出演した日本のアーティストたちが8月にソウルでコンサートを開いたところ、チケットは売り切れ、実に1000人以上が詰めかけたということです。その舞台に立った高校生歌手隅田愛子さんは、韓国ではまだ地上波で日本人の歌手が日本語の曲を歌うのが難しい状況だと思う、そうした中で私のようなまだ無名な歌手が歌う日本の曲を韓国の皆さんに聴いていただけるのは本当にありがたいと話していました。このところ改善傾向にある日韓関係ですが、こうした文化面での交流を通じてさらに肯定的な流れにつながっていってほしいと感じました。そうですね。ここまで韓国で人気の日本の音楽についてソウル支局の菅奈音さんでした。です。アメリカでは大統領選挙が佳境に入っています。日本でも明日衆議院選挙が公示されます。こうした選挙の場で政策の財源や財政問題をどのように議論しているのか、日米を比較しながら考えます。日本総合研究所の河村小百合首席研究員に伺います。河村さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。アメリカでは大統領選挙の民主党候補がハリス副大統領に代わって選挙戦一段と白熱していますね。そうですね、投票日まで3週間に迫る中、
ハリス氏とトランプ氏は依然大接戦状態みたいですね、はい、で大統領選挙での議論を聞いていると政策の財源をめぐる議論が日米で対照的だなっていうふうに改めて感じてしまいます、はい、でアメリカではトランプ氏もハリス氏もどういう政策のために政府がどのようにお金を使うかっていうことだけではなくって政府全体としてどうやってその財源を手当てするのか増税するのかとかいうことについても議論して有権者に訴えているんですね。アメリカではそうやって財源をどうやって確保するかまでしっかり議論するということなんですね。そうなんです。両候補とも公約数の中でも歳出面での具体的な政策だけではなくってそのための財源をどうやって確保するのかっていう具体策を金額と合わせて明らかにしてるんですね、はい、で例えばハリス氏であれば歳出の面では期限切れを迎える減税策の延長っていうので2兆ドル強とかですね子育て税額控除が約1兆ドルといったあたりがまあ目玉の政策なんですけれども、はい、歳入の面でも富裕層や投資家の所得税率の引き上げで1兆ドル弱確保するとかですね法人税率の引き上げで約1兆ドルの財源を捻出するなどとしてるんですね、はいはい、でトランプ氏の方も歳出の面での目玉はこれもやはり期限切れを迎える減税策の延長で4兆ドル強だとかそれから社会保障給付を非課税化するとか言っていて、まあ、2兆ドル弱そういったあたりなんですね。でこれに対してトランプ氏も歳入の面でもバイデン政権が実施してきた再生エネルギーの補助金を廃止すると言っててそれで約1兆ドルとか、はい、それから関税を引き上げてそれで約3兆ドルを確保するなんてことを言ってるんですね、で日本だと政治家が政府のお金をどうやって使うかっていう話はしてもその財源をどうやって調達するのかっていう話をなんか政治家から聞くことってあんまりないですよね。その日本でのそのあたりの議論の状況もう少し詳しくお願いします。はい、今回の自民党総裁選では金融所得課税を強化するとか法人税は増税の余地があるというアイデアを語った候補者もいたんですけれど具体的な金額や規模には言及してないんですよね。で立憲民主党の代表選もその前にありましたけれど食料品の消費税非課税化っていうのを掲げた候補がいたと思いますけどもその代替財源には言及してなかったと思います、はい、まあ、こういう例に限らずこれまでの総選挙とかでですね消費税率の引き下げとか消費税廃止とかを声高に訴えた野党もいくつかあったと思うんですけれどどこもみんなそのせいで失われる財源をどうやって確保するのかっていう点には言及してなかったと思うんですよね。ですからやっぱり選挙でも臆することなく財源の議論をするアメリカと財源の話はみんなで避ける日本といった状況かなと思います、うん、そういう日米の違いっていうのはどこから来るんでしょうか。はい、その要因っていくつかあるんじゃないかなっていうふうに思っています、で一つ目は金利水準が日本ではまだまだ極めて低いことなんですね、はい、国全体としての財政運営上の切迫感っていうのは日本はまだまだ欠けてると思います。で今年の2月アメリカに出張する機会があったんですがまあ、アメリカでも一般国民の間では財政の危機感ってのはなかなかなくってやっぱり金利が上昇しない限りみんなにはなかなか共有されにくいって話でした、はい、で2つ目の要因っていうのはこのまま財政運営が悪化し続けたらどうなっちゃうのかっていう客観的な見通しっていうのが日本では示されていないんですよね、はい、ただ日本で言いますと内閣府が年2回経済と財政の中長期の見通し出してはいますよね。そうなんですね。でもこの手の見通しっていうのはどういう主体がどういう立場で作成するのかっていうのが実は極めて重要なんですね、はい、でアメリカですと独立財政機関である議会予算局が存在しまして客観的中立的な前提に基づく先行きの財政運営に関する厳しい見通しを臆することなく世の中に提示しているんですね。何か政権におもねって資産の前提を甘く設定するなんてことは決してしないんです、はい、で議会予算局のそうした仕事ぶりは世間からも高く評価され信頼されているんですね、で客観的な厳しい見通しが世の中に示されているからこそ
国全体としても財政再建が必要っていう認識が共有されていて、それが大統領選挙とかにも反映されることになるんですね。だからアメリカでは財源をどうやって手当てするのかっていうのを飛ばして、歳出だけが議論されるようなことにはならないんですよね。なるほど、はい、でも日本には独立財政機関ってないんですよね、うん、で内閣府が示す経済財政の中期見通しっていうのは客観的中立的っていうのはちょっと到底言えないんじゃないかっていう前提のもとで試算されているんですね、うん、例えば超低金利がこの先もまだ数年は続くとかですね、そして特段の財政再建努力なんかしなくても政府の債務残高は目覚ましく減少するとでも言わんばかりの甘い見通しを示してるんですね。これでは国全体の財政運営に対する危機感は高まらないですよね。他にも要因というのはありますか？はい、日本では財政収支を改善するのに具体的にどういう政策を打てばどれだけ歳入を増やせるのかとか、どれだけ歳出を減らせるのかっていう情報を国民は全然知らされてないんですよね。でところがアメリカではこれも議会予算局の仕事なんですけど、2年に1度財政赤字削減のためのオプションっていう冊子を、ね、発行してホームページでも公表してるんですね。でその中にはこの補助金をやめたら歳出がいくら浮くのかとか、この税額控除をやめたらどれだけ歳入増になるのかというような財政再建策が金額を含めてもう満載なんですね、うん、でアメリカではこういう基礎情報が公表されているからこそ野党も財源を組み合わせた予算案っていうのを策定することができて、まあ実際にも策定してるんですね。で、まあ、それ以外にもアメリカは移民国家だっていう理由も大きいかもしれないですね、はい、で国家を形成する市民が常に入れ替わってるんですよね。だから市民相互の間で緊張関係があるっていうふうに私は思います。だからこそ現世代が受ける恩恵のコスト負担を将来世代に先送りするのはおかしいっていう市民としての責任感っていうのはアメリカ社会に根付いてるんじゃないかなっていうふうに思います。そういうアメリカとの違いがある中で、さあ日本でも総選挙2週間後に迫っています。はい、日本は島国国家ですよね。で国民の入れ替わりってほとんどないじゃないですか、うん、でそこから将来世代に対する甘えっていうのが生まれちゃってるんじゃないかなっていうふうに思います。でも日本の財政事情ってアメリカよりはるかに悪いので、総選挙でも財源の具体策を伴う財政政策運営に関する議論っていうのが活発に行われることを期待したいというふうに思っています。はい、ここまでありがとうございました。はい、ありがとうございました。今朝のマイビズは日米で異なる政策財源の議論について、日本総合研究所の河村さゆり首席研究員に伺いました。毎朝7時台、祝日なので7時50分までです。まずは特集、今日はスポーツの日ということで10代の若者のスポーツ環境について考えます。今中学校や高校の部活動のあり方が見直されるなど、10代のスポーツを取り巻く環境は大きな動きの中にあります。10代の若者の運動環境はどうなっているのか、またこの先どんな取り組みが必要となるのか、子どものスポーツや運動遊びに関する調査を行っている笹川スポーツ財団の竹永理恵さんに聞きました。では竹永さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。10代のスポーツと言いますと、私もバスケットボール部で部活動に打ち込んで、まあ、貴重な経験をしたなという実感もあるんですが、そもそもこの10代の期間にスポーツに取り組む価値というのは竹永さんはどうお考えですか？はい、スポーツは体を動かすことで体力や運動能力が高まるという、まあ、体の身体的な効果や意欲的な心を育んだり、考える力や判断力がつくといった、まあ、精神的にもまた認知的な発達にも影響があります、はい、スポーツは仲間や、指導者とコミュニケーションを取りながら行いますので、うん、他の人を尊重したり協力し合ったりといった社会性の向上にもつながります。近年の研究成果でもスポーツが子どものメンタルヘルスや学力にもいい影響を及ぼしているということが示されています。
では10代の若者たちが今実際どれだけ運動しているかという12歳から19歳のデータを見ていきます。これは中学生、高校生、そして大学の 1,2 年生にあたります。笹川スポーツ財団ではこの1年の間に野球やサッカー、水泳、ウォーキングなど70の運動をしたか調べました。一番下の欄にこの1年間に全く運動しなかったというチェック欄も設けて調べました。でこの結果、この1年間全く運動しなかった人の割合は最新の2021年のデータで 17.3%、 これ実に2割近くの若い人が全く運動してないと答えたんですね。はい、まあ、心も体も大きく成長するこの時期にこれだけ多くの青少年がまあ運動しないというのは非常に課題で改善が必要だと思っています。うん、という中で、1年間全く運動しない12歳から19歳、10年前のデータですと、その2011年、 17% で、今10年経って2021年も 17%、 これ改善されませんでしたね。そうですね。しかしこれまでいろんな取り組みは行われてきてはいるんです。はい、国レベルではですね、2011年に、スポーツ基本法が施行されています。これまでに学校体育の改善ですとか、また放課後の地域における子どものスポーツの機会の充実といった取り組みは行われてきています。うん、それでも運動しない青少年の割合はなかなか改善されていないというのが現状です。改善されなかった要因というのはどこにあったんでしょうか。はい、本格的にスポーツに取り組むようになる、まあ、10代の運動機会のほとんどが、まあ、今も学校単位の部活動であるということは、まあ、要因の一つであると考えています。はい、でスポーツをする機会が、まあ、中学校、高校、大学といった学校の部活動を軸にした場合にスポーツへの参加が3年ごとに区切られてしまう。そのために中学卒業や高校卒業のタイミングで、まあ、スポーツ活動をやめてしまうということにつながりやすくなってしまいます。はい、スポーツをしない人の、割合を進学の区切りごとに見ていくと、まあ、中学生では1割未満なんですけれども、うん、高校生になると2割、大学生では3割と増加してきています。勝利至上主義が強い学校であれば、まあ、その3年間で成果を求められるので燃え尽きてしまう子どもであり、勝ちたいですとか楽しみたいなどの、まあ、自分がスポーツにどのように取り組みたいかということをと自分が通っている学校の部活動の方針が違った場合に、まあ、辞めたいと思っても他にスポーツの機会がないといったのが、まあ、現状で課題であると思っています。まあ、今その10代の運動環境が学校単位とか、まあ、部活単位になってしまっていると。でその中で一つ変化を示すデータというのもあります。12歳から19歳の若者が週5回以上、1回120分以上、ややきつい運動をしている。これつまり主に運動部の活動量にあたるんですけれども、これをしている人の割合は2011年が 33%、 その10年後2021年で 26%、 7% 減りました。これはどう考えればいいですか。はい、近年の、教員の働き方改革による部活動の在り方の見直しが影響しているのではないかと考えています。はい、2018年にスポーツ省によって運動部活動の在り方に関するガイドラインというのが策定されました。休養日を週あたり2日間、1日の活動時間は平日2時間程度、休日3時間程度に設定することが示されておりまして、部活動が短時間に合理的で効率的、効果的な活動へと方向を変えていくといった取り組みが進められています。はい、でちょうどこの頃から部活動で、スポーツをしている青少年の割合が、まあ、減っているのではないかと思っています。うん、運動部活動が、過熱化している学校の場合は、子どもたちの発達に応じた適正な頻度だったり、まあ、時間になるといった点では好ましいと言えるんですけれども、はい、ただ単に、運動の機会を減らしてしまうといった部活動改革となってしまった場合は、部活動の他にスポーツの機会ですとか、まあ、選択肢といったものがないので、スポーツ離れはさらに進む可能性はあるのではないかというふうに危惧しています。
まあ、いずれにしましてもやはり学校の部活動に大きく左右されるという現状がありますが、それに頼り切らない運動の機会を確保するためには何が求められるでしょうか。私は地域が鍵となると考えていまして、地域、はい、現在部活動の地域移行が進められているんですけれども、中学高校大学と、まあ、学校生活を軸にしたスポーツの場から何歳になってもいつでもスポーツに参加できる場を作っていくチャンスではないかなというふうにも考えていまして、でそのためには子どもたちがどのようにスポーツに関わりたいんだろうか、どのようなスポーツをしたいんだろうか、また文化的教育的な活動と両立できないだろうか、そういったことを子どもたちと対話を重ねて、うん、どのような場を地域に作っていけばよいのかというのを、まあ、大人も子どもも一緒に話し合って同時進行で検討していかなければならないというふうに思っています。うん、ニーズに合わせてっていうのは、その例えばハードにやりたいとか、逆に時間を作って気軽に楽しくやりたいとか、そういう程度の問題も含まれる。そうですね、うん、指導者だけではなくて、まあ、地域の世話好き の住民の方だったり、まあ、保護者だったり、いろんな大人たちが集まる場にしていけるといいのではないかなというふうに思っています。はい、で専門的な、まあ、ニーズに合わせてということですと、専門的な指導を受けたい子どもたちは、まあ、スポーツ指導者の下で、まあ、活動、まあ、できたり、あとは楽しみながら体を動かしたい人というのは、地域で見守ってくれる、まあ、住民の人たちですとか、あと保護者がいればそのような活動ができるかもしれないですし、うん、関わる人や、まあ、見守る人たちの数が多かったり、まあ、多様であればあるほど、まあ、ニーズに応じた場が作りやすくなると思います。実際それがどういう形になるのかというの、竹永さんの中でも少しイメージが悪いだということなんですね。そうですね、と私は小学生から高校生までずっと剣道をしていたんですけれども、はい、まあ、何歳になってもいつでもスポーツに参加できる場というのは、まあ、そういった道場を中心した活動のイメージを一つ持っていまして、全ての学校ではなくて道場、はい、うん、拠点となる活動の場を中心にいろんな年代の子どもたちや大人が集まってくるというイメージですね。はい、私の育った地域では、剣道連盟の練習に子どもも一緒に参加することもありまして、はい、で私の甥っ子も同じ地域で剣道をしているんですけれども、今は大学生になって県外に出てしまったんですけれども、まあ、帰省した際は地元の道場で剣道をしていますし、うん、学校を卒業しても気軽に顔を出せる環境があるというのが一つ、まあ、地域を軸にしたスポーツ活動のイメージですね。うん、またニーズに合わせた場を地域に作っていけると、まあ、学校単位だった運動の機会というのはもっといろんな形に変えていけるのではないかなというふうに思っています。うん、ここまでは10代のスポーツ環境について話してきました。後半は10代のスポーツの男女の格差について伺っていきます。今日はスポーツの日、10代のスポーツ環境について考えてきました。SNS X でもたくさんの反応をいただいています。カーコ私別ひとり親さんから、太極拳やラジオ体操を含めて体を動かすと気持ちいいなという気持ちを持って一生体を動かすことに親しむことは一時的にスポーツに打ち込むのと同じくらい一生の財産だと思う。たぬきねいりさんは、高校は運動部に入らずスイミングスクールで のんびりと泳いでいた、勝ち負け関係ないというのは気楽やったというふうな反応もいただきました。ここからの後半は10代のスポーツに見られる男女の格差に迫っていきます。前半に続いて笹川スポーツ財団の竹永理恵さんに聞きました。10代の若い年代の運動機会を見ますと男女の差が現れています。12歳から19歳の運動を全くしない人の割合は男子は 10.3%、 女子は 22.7%、女子は 4,5 人に1人は全く運動していないというデータがあります。この要因は竹永さん何なんでしょうか。中学生になる前の段階からスポーツの機会に男女の格差があるというのが要因ではないかなというふうに考えています。はい、で中学生になる前の段階で、スポーツに関わる機会というのは、スポーツ少年団という全国にどの都道府県にも大体ある青少年スポーツ団体なんですけれども、会員の割合を見てみますと、男女の割合が
男子7に対して女子が3といったあの男女の差があるんですね。で近年女子が増えたとはいえまだまだ3割程度ですので、うん、つまり地域の放課後の活動として、女子のスポーツの競技の選択肢があまりないことですとか、はい、女子が気軽にスポーツに参加できる場が少ないというのが原因かなというふうに考えています、うん、で女子で特にまあやっているスポーツといいますと水泳ですね。スイミングに通っているという子たちがいるんですけれどもやっぱり3年生4年生ぐらいで辞めてしまうので何らかのスポーツを続けていくというのは男子に比べて女子はすごく少ないというのが現状です、うん、小さな頃から体を動かす機会またスポーツに触れる機会が少ないということがありますので本格的にスポーツに触れる機会というのが中学の部活動になってからという子も多いのでやっぱりなかなか男子と女子でスポーツにやる機会というのがやっぱり格差があるなというふうに思います、うん、となるとどう改善していけばいいですか。中長期的な視点で見ると中学生以下の子どもたちのアプローチが鍵になると思っていまして、はい、幼児期だったり小学校の子どもたちの段階から体を動かすことが楽しいというふうに思えるような運動や スポーツの良い経験を積ませてあげる、うん、といったそういった基礎を築くことが大切だと思っています、うん、まあ、家庭であったり地域であったり、まあ、学校であったりっていうところの連携が大事になってくるんですけれども地域の皆さんで子どもたちにどういうふうに運動の経験を積ませてあげられるだろうかということで一緒に考えていくことも大事ですしあの家庭であれば親子で一緒に遊んでまず体を動かすのが楽しいそれも遊びを通してあの親子で気持ちよく体を動かすっていう経験から始めて、うん、また幼稚園ですとか保育園ですとか園の中でもっと体を動かして遊ぶでそれが楽しいっていう経験を充実させていくことまた小学校であれば放課後に、まあ、子どもたち同士で体を動かして遊ぶそういう機会をたくさん増やしていけるような取り組みですとかまたそういうことができる場を提供していくということがあの大事になってくるかなと思います。ここまで、笹川スポーツ財団の竹永理恵さんにお話を伺ってきました。ここまでどうもありがとうございました。ありがとうございました。そして昨日気になるニュースもありました、子どもからお年寄りまでの体力や運動能力を調べるスポーツ庁の調査昨年度の結果発表されまして30代後半男子はこれまでで最も高くなったんですが女子は過去2番目に低くなりました。これについて順天堂大学大学院の内藤久志教授は子ども時代に運動をしない経験しないというようなライフスタイルに変化し始めた世代だと考えられる子どもの時にスポーツに親しむ経験がなかったのがそのまま苦手意識になりするそうとの二極化になっているのではないかと指摘しています。やはり子ども時代の運動環境をどう作っていくか大事になってきます。